わらの家はこの近く。坊主が場所を知っておるが、口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純真、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば、道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、雅子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな、有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、陰では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。ここだ。
これでしまいか。猛虎は全て仕留めた。一家は小屋。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。寮の道具です。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。真新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。おのれが妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭にもなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。貞雄を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。豊玉に用が残っておる。また手を貸してくれ。助太刀、感謝するぞ。
む。さあ。力になれず、かたじけのうございます。謝罪などいがぬは役立たず。百姓ならばあるいは。そうかもだ。酒井様、お見苦しいところを。遵守、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私の農家見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。武装した者と一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう、なれど。詮索はしてくれるな。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。来い。仲良くやっていこうな。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ。我が家のかつての次女だ。3年前盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。舞と話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。
近すぎる。気を抜いておるな。私が。飛んでいきますが、坊主は気づくや否や鐘の下に隠れました。女は火を吹き鐘を溶かそうとしたところ、中の坊主は炎に陣、マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。わかってはおりました。よいか、私は足立家盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことを知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は何か壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、
手元に置いておくためか。踏みでの物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことは生き残った者もおらぬはずだ。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。浪人どもあの櫛を売ろうとしておった家宝を守るためです。あなたが来てると知って、どうしたらいいか。櫛は手放せない。頼む、必ずよ。礼を言う。舞は？すでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。豊玉でやらねばならぬことがある。お主にも来てほしい。